ランシエさんが着任してくれて、私本当に嬉しかったんですよ。何しろそれまでドライブガールズは私一人だったんですから。だよね、たった一人でバグズ襲来に警戒をしてたんだもんね。さぞかし心細かっただろうね。いえ、それは大丈夫です。ランシエさんがいらっしゃるまでここのお仕事がバグズを相手にすると知りませんでしたので。そうなの？ところでランシエさんはどうしてドライブガールズに志願されたのですか？ご両親がコネクションをお持ちだったとか？いや、そういうのは全くないから。実は私、本当は救急隊員になろうと思ってテストを受けたの。救急隊員にですか。ではなぜ今はこうしてドライブガールズを？それにはいろいろあってね。教官に騙されたっていうか、はめられたっていうか。はい。バグ反応あり。至急現地に急行してください。了解。了解です。ドライブガールズ出動。ランシエ行きます。大丈夫、行けるよ。目標エリア到着を確認。バグズ掃討作戦を開始してください。おっ、そりゃさあ、それなっなっ、これ使えそう。ファイト。いや、それうわぁ、へぇぇ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 ぇまだこれからだよ。えいや、とっ、さあ、はっ、まだまだこれからだよ。ファイト、そりゃ、ファイト。そりゃ、そりゃ、見切った。とっ、それ、こんな、アイテムゲット。
私のバスタブがあると最高なんですけど。あはは、それは贅沢な悩みかも。それでランシーさんはなぜ救急隊員を志されたのですか？うん、私がまだちっちゃい頃にね、大雨が降って救急隊に助けられたことがあるんだ。私だけ逃げ遅れちゃって救援活動を続けるのも危険な状態だったんだって。私もうダメだと思ったの。このまま死んじゃうんだって。でもね、諦めかけたその時、一人の救急隊員さんが助けに来てくれたんだ。それでこう言ったの。待たせてごめんね、もう大丈夫だよって。だったんですか。その後その方とは？ううん、それっきり。私大切にしてたぬいぐるみをその隊員さんにあげようと思って会いに行ったんだけど、別の仕事場へ移動した後だったんだ。それは残念。でも仲間の救急隊の人たちが必ず届けるよってぬいぐるみのジョージを預かってくれたの。あの時の隊員さんがいつも言ってたんだって。救える命がある限り私は諦めませんって。だから君も諦めないでいいよって、僕たちが必ず届けるからって。そうだったんですか。届いたかな、あのぬいぐるみ。きっと届いてますよ。そのぬいぐるみと一緒にランシーさんの気持ちも。